平野翔の人間味、あふれるパフォーマンス。平野翔がまだ自分のパートではないところで微笑みながら歌詞を口ずさむ姿には、彼の人柄がにじみ出ている。ナンバーアンダーライン愛のコンサートが始まると、観客たちは一瞬でその特別な空気感に引き込まれる。平野翔、ガン・ユータ、そして神宮寺・ユータ、この3人の魅力的なアーティストたちがステージに立つと、彼らの存在感が会場全体を包み込み、 まるで別世界に連れて行かれるような感覚が観客に広がる。この瞬間は、音楽だけでなく、彼らの表情や動き、そして観客との間に生まれる特別な絆が感情を揺さぶる力を持っている。平野翔がまだ自分のパートではないところで微笑みながら歌詞を口ずさむ姿には、彼の人柄がにじみ出ている。その瞬間、観客は彼の親しみやすさに心を奪われ、 ステージの上での彼が決して完璧を追い求めるだけではなく、観客との一体感や真摯さを大切にしていることが伝わってくる。SNS でも話題になったように、平野が他のメンバーと共に楽しんでいる姿は、彼が舞台裏でも飾らない性格を持っていることを示しており、それが多くの人々を惹きつける理由でもある。彼の表情には、まるで次の自分のパートを忘れないようにするために、緊張と期待が交錯しているように見える。 それは、彼がこの瞬間を全力で楽しみつつも、観客に対して誠実でありたいという思いから来るものだろう。まるで小さな犬のように可愛らしい姿がファンの心を溶かし、彼の自然体の振る舞いがより一層の好感を生んでいる。しかし、ここで興味深いのは、平野のこうした行動が彼自身の不安から来ているという事実だ。彼は観客との交流に夢中になりすぎて、自分のパートを忘れてしまうことを恐れている。 そのため、彼は常に頭の中でリハーサルを行い、自分を集中させようとしている。このような緊張感と同時に感じられる彼の温かさやユーモアは、ファンたちにとって一層魅力的に映る。そして、観客は彼のこの真剣さを見て、自分たちが本当に大切にされていると感じるのだ。多くのファンが SNS で共有しているように、平野のこうした細やかな配慮や行動が、彼が単にスターであるだけでなく、 観客との心のつながりを何よりも重視していることを証明している。10月4日の宮城公演では、観客は特別な夜を過ごすことができた。最前列の席に座る幸運に恵まれたファンは、目の前で平野が歌う姿を目撃し、その瞬間をスマホで撮影して SNS にアップした。彼の力強い方や無邪気な笑顔は、彼の多面的な魅力を映し出している。観客たちは、 その幼さとたくましさが同居する彼の姿に心を奪われ、彼がいかに自然体で観客に接しているかを実感する。このような瞬間は、彼のパフォーマンスが単なるエンターテインメントではなく、彼自身の人間性をも表現していることを示している。ファンたちは、この特別な瞬間を夢のようだと表現し、その体験が彼らにとってどれほど大切なものであるかを強調している。また ナンバーアンダーライン愛のコンサートには、単なるパフォーマンス以上のものがある。平野の発言からもわかるように、彼らの音楽やステージは、自分たちの利益のためではなく、ファンのために存在している。彼は、このビデオを見返して元気をもらってほしい、CD やアルバムを聴いてほしいと、ファンの心に寄り添う姿勢を見せており、その真摯な態度が多くのファンに感動を与えている。彼の言葉には、 ファンへの感謝と愛が込められており、これがファンたちの心をつかんで離さない理由の一つだ。宮城公演の夜の部では、ファンたちは iPhone や高性能カメラを駆使して、最高の瞬間を記録しようとした。SNS には、ファンが平野や騎士、神宮寺の姿をアップし、その一瞬一瞬を喜びと共にシェアしている様子が見られた。彼らが間近で見ることのできた平野の笑顔や、騎士がファンに向けた親しげなサインなど、 こうした瞬間は観客にとって一生忘れられない体験となった。また、ファンたちは彼らのパフォーマンスを見ながら、過去のコンサートや彼らの成長を振り返り、それぞれの楽曲やステージの意図を思い出しながら涙を流したり、歓声を上げたりする。こうした感情の波は、単なる音楽イベントを超え、観客とアーティストの間に深い感情的なつながりを築いている。また、平野だけでなく、 騎士や神宮寺もそれぞれの個性を存分に発揮し、観客を魅了している。騎士は、ステージ上でギターを弾きながら、機械を操作してその場でトラックを重ねていくパフォーマンスを披露し、観客を驚かせた。彼の音楽への情熱と技術は、ファンたちにとって新たな感動を与え、彼が持つアーティストとしての才能を再確認する瞬間となった。神宮寺もまた、その存在感と優雅さで観客を引き込み、 彼のパフォーマンスが持つ深い感情が観客に伝わるたびに、会場全体が一体となる感覚が生まれた。この特別な夜を終えた後も、観客の心には強い余韻が残り続ける。彼らがキ路につく際、ナンバーアンダーライン愛の音楽やパフォーマンスが、まだ耳に、そして心に響いているのだ。ファンたちは、彼らのエネルギッシュなステージングと、時に柔らかく心に訴えかけるような感情表現のバランスに感動を覚え、 自分たちが見たものが単なるエンターテインメント以上の体験であることを理解している。SNS には、その余韻を共有する声が溢れ、コンサート後も、ファン同士の会話や感想が絶え間なく続いていく。中には、もう一度見たいという声も多く、次回の公演への期待が早くも高まっている。さらに、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、単に音楽だけに限らない。彼らのファッション、振り付け、 そしてステージデザインの細部にまでわたるこだわりは、アーティストとしての完成度の高さを物語っている。ファンたちは、平野、騎士、神宮寺それぞれの個性が織りなす衣装や舞台美術に感動し、その裏にあるストーリーテリングにも魅了される。彼らのコンサートは、視覚的にも聴覚的にも豊かで、まるで映画や演劇を見ているかのような体験を観客に提供する。こうした総合的なアートフォームとしての完成度の高さが、 ファンたちにとって忘れられない記憶を作り出し、次のライブや新作の発表を待ち遠しく感じさせる要因となっている。興味深いことに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、ステージ上だけでなく、プライベートな場面でもファンとのつながりを大切にしていることが広く知られている。彼らが SNS や他のメディアを通じてファンに向けて発信するメッセージは、常に親しみやすく、誠実である。彼らはファンとの交流を大切にし、 コンサートだけでなく日常生活でもファンを励ましたり、感謝の気持ちを伝えたりしている。ファンたちは、彼らがどれほど自分たちを大切に思っているかを感じ取り、それがますます彼らを応援する理由となっている。また、彼らの音楽は、リスナーに強い共感を呼び起こす力を持っている。彼らが歌う曲は、多くのファンの日常に寄り添い、時には励まし、時には共感の涙を誘うものだ。 特に、平野の柔らかな歌声と騎士の力強いボーカル、神宮寺の繊細な表現力が一体となり、リスナーの心に深く響く。それは、彼らが単に楽曲を歌っているだけではなく、自分たちの感情や経験を通して音楽を伝えているからこそ成り立つものだ。ファンたちは、彼らの音楽を聴くことで、日常生活の困難や喜びを共に分かち合っているような感覚を味わい、それが彼らをさらに応援する理由となっている。 さらに、彼らの音楽が持つ多様性もファンを引きつける要因となっている。アップテンポなダンスナンバーから、感情的なバラードまで、彼らのレパートリーは非常に広く、様々な音楽的な影響を受けている。それぞれの楽曲には、個々のメンバーの個性が色濃く反映されており、ファンは彼らの音楽を聴くたびに新たな発見をすることができる。このような幅広い音楽性が、 ナンバーアンダーラインイの魅力をさらに際立たせているのだ。公演後、ファンたちは再び彼らのアルバムや楽曲を聴き返し、ステージで感じた感動を再確認することが多い。コンサートでのライブパフォーマンスとレコーディングされた音源を比較し、それぞれのバージョンの違いを楽しむファンも多い。ライブでは、彼らの生の声や、その場の雰囲気が音楽に新たな意味を加え、それがアルバムでは味わえない一瞬一瞬の特別な体験となる。 また、ファンはその時々のセットリストやステージ演出を分析し、次回のコンサートでどのような進化を遂げるのかを楽しみにしている。一方で、ナンバーアンダーライン I のメンバー自身も、常に進化を続けている。彼らは自己満足にとどまることなく、常に新しいことに挑戦し、ファンに対して新鮮な驚きを提供しようとしている。音楽的な試みだけでなく、パフォーマンスやビジュアル面でも、 ファンが期待を超えるようなアイディアを次々と生み出している。その姿勢が、ファンたちをさらに引きつけ、彼らの人気を不動のものとしている理由の一つだ。また、メンバー同士の絆も、ナンバーアンダーライン愛の成功を支えている重要な要素だ。彼らは互いに尊敬し合い、ステージ上でもオフの場でも、強い信頼関係を築いていることが見て取れる。彼らの友情やチームワークは、ステージ上での自然なやり取りや、 パフォーマンス中の微妙なタイミングでの連携にも現れており、これが観客にとって特別な感覚を生み出すのだ。観客は、彼らがただのグループではなく、一つの家族のような存在であることを感じ、それがファンの心を深く打つ理由の一つとなっている。これらすべての要素が組み合わさり、ナンバーアンダーライン愛のコンサートは単なるエンターテインメントを超えた、感動と共感、そして絆を感じる場所となっている。 彼らの音楽やパフォーマンスは、観客の日常に寄り添い、心に深い影響を与える力を持っている。そして、その真摯な姿勢と、常に新しいことに挑戦し続ける彼らの姿が、多くのファンにとって生涯忘れられない体験となる。これからも、ナンバーアンダーライン愛はその成長と進化を続け、ファンたちとともに新しいステージを築き上げていくことだろう。観客たちは、 彼らがどんな未来を切り開くのかを楽しみにし次回の公演や新曲のリリースを心待ちにしている。